どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第4章の12回目始めていきます。こちらの講座では厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使っていきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。238ページ、985行目、医薬品販売に関する法令遵守というところを見ていきます。はい、ここではね、適正な販売広告というのが書いてあるんですけど、まず、お薬の、広告のことについて、見ていきたいなと思います。そしてお薬だけではなく、ね、医療機器とか、ね、そういったところの内容も少し含まれておりますので、そのあたりも一緒に見ていきましょう。はい、それでは、988行目。まず、誇大広告についてはというところで、まず、鍵括弧の中をしっかりと押さえていただきたいと思います。ね、何人も医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品の名称、製造方法、効能効果または性能に関して明示的であると、暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な広告記事を広告し、記述し、または流布してはならないよと言っています。はい、ここで大事な言葉が何個かありますので、しっかりとチェックしておいてください。まずは、ね、989行目のところですね。明示的。それから、そのすぐ下の行で、暗示的。それから、虚偽。そして、誇大。さらに、最後の、流布というところですね。はい。なので、この5箇所のところがですね、登録販売者の試験とかで穴埋めで聞かれてきます。もう一度いきますね。明示的、暗示的、虚偽、誇大、流布というところですね。こういったところが、穴埋めで聞かれてきますので、まず言葉をしっかりと覚えていきましょう。ね。で、あと、流布ってどういう言葉ですかというと、まあ、例えばですね、流布、まあ、世の中にこう広めることみたいなことになりますので、なので、そういったね、虚偽、虚偽というのは間違ったこととか、誇大な、過剰なというようなことですよね。そういった記事を広告してはいけませんよと言っています。ね。はい。そしてさらに、そのすぐ下の行、ね、医師、その他のものが、これを保証したものと、誤解される恐れがある記事を広告し、ね、記述し、または流布してはいけませんよと言ってますので、ね、ここもですね、うん、そうなんだなということを、知っておいてください。そして、さらにその後、ね、何人も、ね、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、または再生医療等製品に関して、堕胎を暗示し、または、わいせつにわたる文章または図画を用いてはならないよと言ってます。ね。はい。なので、堕胎に関しては、人工中絶とか、そういったような、中絶とかね、そういった意味があります。ね。そして、わいせつにわたる文章、図画とか用いちゃいけませんよって言ってますので、このあたりもね、まあ、なんとなく見ていただければわかるかなと思います。はい、そして、その後、995行目、また、承認前の医薬品については、ね、何人も、法に規定する医薬品もしくは 医療機器または再生医療等製品であって、ね、その後、あとですね、999行目、承認または認証を受けていないものについて、ね、その名称、製造方法、効能効果、または性能に、関する広告はしてはならないよと言ってます。はい。なので、ここよろしいでしょうか。ここちょっと大事なところなんですよ。ね、何かというと、ね、承認前の、ものについて、ね、医薬品、医療機器、それから再生医療等製品の承認前のものについては、ね、広告はしてはいけませんよって言ってます。ここ大事なところなので、しっかりと確認しておいてください。ね、よろしいですか。ね、医薬品、医療機器、再生医療等製品に関しては、ね、承認前は、ね、広告はしてはいけませんよということを言ってるんですね。はい、なので、逆に言うと、ね、例えば、医薬部外品とかですね、医薬部外品とか、それから、化粧品。ね、この二つに関しては、ね、承認前も、広告して OK ですよっていうことを言ってますので、ここ、ね、大事なところです。ね、よろしいですか？ね、先ほど医薬品とか、ね、医療機器、ね、それから再生医療等製品に関しては、ね、承認前は広告しちゃダメだったんだ
けど、ね、医薬部外品と化粧品に関しては、ね、逆に言うと、ね、承認前も報告 OK ですよということになりますので、ここのところ、ね、よく引っかかりますので、注意しておいてください。はい、よろしいでしょうか。では、その次見ていきたいと思います。はい、今度は、同じページの最後の行のところですね。1008行目見てください。一般用医薬品の販売広告としては、ね、マスメディアを通じて行われるものとか、ね、次のページをめくってください。239ページ、見てもらいますと、ね、チラシとかダイレクトメール、ポップ、そういったものも広告として含まれますよってことを言ってます。そうなんだなと。そして、その次、239ページの、1014行目見てもらいますと、なお、医薬品の広告に、ね、該当するか否かについては、ね、どんなことがあるんですかというと、3つあります。ね、まずは1つ目、ね、顧客を、誘引する、意図が明確であるものは広告ですよねと。それから過去2番目、特定の医薬品の、商品名が明らかにされているもの、ね、これも広告ですよねと。そして過去3番目、一般の人が認知できる状態であること、これも広告ですよねっていうことを言ってますので、そうなんだなと分かっていただければ大丈夫です。はい。では、その次見ていきます。今度は、1019行目、医薬品など、適正広告基準というのを見ていきます。はい。そこで、1026行目、括弧 A のところを見てください。事実に反する認識を得させる恐れがある広告、ね、そういったものありますので、このあたりですね、注意事項がいろいろ書かれております。何かというと、例えばですね、よく出てくるのは、漢方処方製剤のところについてよく聞かれてきます。ね、1036行目を見てください。漢方処方製剤では、使用する人の体質等を限定した上で、特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件、いわゆる、縛り表現がされていることが多いが、そうした縛り表現を省いて、広告することは原則として認められていませんよ、と言ってます。ね、この縛り表現って何だったっけな、というところなんですけど、この縛り表現については、ね、例えば体力中等度とかね、体力虚弱でとかっていうような、表現が漢方薬にもありましたよね。で、その、縛り表現、そういったものを、省いて報告することは基本的にダメですよって言ってますので、ここも試験で聞かれてきますので、しっかりと確認しておいてください。はい、それから、その次、続きまして見ていきますよ。なお、漢方処方製剤の効能効果は配合されている個々の、生薬成分が、ね、相互に作用しているため、それらの、抗生生薬の作用を個別に挙げて説明することっていうのも不適当ですよって言ってます。ね、ここどういうことですかっていうと、例えば、カピコン湯っていう、漢方薬がありますよね。風邪の初期に、こう肩こりが、したりとかするときに使っていく、漢方薬だと思うんですけど、その漢方薬の、カピコン湯の中には、ね、カピコンというね、クズが入ったりしますよね。で、その、クズ、ね、カッコンというクズなんですけど、それについては、ね、例えば、筋肉を弛緩させる働きとかがあって、ね、肩こりとかのに、効果がありますよ、みたいなところだったりとか、あとは、カッコンの中には魔王が入っていて、ね、魔王の、主成分としてはエフェドリンが入ってますので、エフェドリンっていうのはアドレナリン作動成分でしたよね。なので、交感神経を、興奮させる、働きとかがあるので、そこで気管支を拡張させたり、あとは魔王っていうのはね、発汗を、促進したり、そういった働きがあるので、ね、それぞれの、個別の生薬の、ね、働きを言って説明することっていうのは今のみたいな形で言ってはダメですよって言ってます。ね、なので、漢方薬に関しては、ね、いろんな生薬が組み合わさって、ね、そして、一つの働きがありますよということをここでは言いたいので、このあたり、そうなんだなというところを一回見といてもらえば大丈夫かなと思います。はい。では、今度は次のページを見ていきます。240ページですね。はい。240ページのところでは、ね、一度読んでいていただければ、そうなんだなってなんとなくわかる内容がほとんどです。ね。例えばですね、どこにしようかな。いろいろあるんですけど、
例えば、1042行目見てもらうと、一般用医薬品は医療機関を受診するほどではない、体調の不調や疾病の初期段階において、使用されるものが多く、医師による、診断治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患について自己治癒が可能であるかの、広告表現は認められておりません。ね、なので、基本的に一般用医薬品というのは軽度な疾病に、対して使っていきますので、なので、例えば、がんに効果がありますよとか、ね、糖尿病に効きますよとかっていうような、ね、ことについて、報告することっていうのは基本的に認められておりませんよってことを言ってます。ね、あとは、その下にも書いてありますけど、使用前、使用後とかを、示した図が、写真とかを掲げることっていうのも、これもですね、効能効果の保証表現となりますよというところで、そういったこともやっちゃダメですよということを言ってます。あとはですね、1055行目、括弧 B ですね、過度の消費や乱用を助長する恐れがある広告としては、例えば、1061行目ですね、例えば商品名を連呼する、ね、音声広告、ね、これもですね、ちょっと過剰になりすぎちゃうものもあるので、連呼するようなことはやめてくださいねというところですね。はい、あとは、1064行目、天然成分を使用しているので副作用ないですよとかね、あとはいくら飲んでも副作用ありませんね、そういったこともね、基本的に不適当ですよということを言っています。あとは1067行目、ね、例えば公共機関が推奨していますよとかね、そういったね、いろんな団体が推奨しているので保証しますみたいなことをね、言っているような広告も、基本的に影響が大きいので、不適当ですよということを言ってますので、このあたり一度ね、読んどいていただければ、うん、そうだなってなんとなくわかるかなと思います。はい、では、次のページめくっていただきますと、241ページですね、適正な販売方法というのがあります。はい、まあ、基本的にですね、基本的に適正にですね、販売してくださいねというところなんですけど、1081行目、見ていただきますと、不適正な販売方法というのを見てください。ね、ここに関しては、ね、何個かいろいろ書いてあります。例えば、1083行目見ていただきますと、キャラクターグッズなどの景品類を提供して販売することに関しては、ね、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、ね、医薬品を検証や、景品として、ね、授与することはサンプル品を提供するような場合を除き原則として認められておりません。ね、例えば、ね、製薬メーカーさんの、マスコット的な、ね、キャラクターを、ね、おまけとしてつけることは、限度内であれば認められているんですけど、ね、医薬品を検証や景品として、授与するというのはサンプルはいいんですけど、ね、通常のもの、ね、例えばね、商店街の、くじ引きでね、カンカランカン一等賞、なんと、胃腸薬1年分ですよみたいなね、そういったね、検証とかで、医薬品を、お渡しするのはダメですよということを言っています、ね、はい、なので、まあ、このあたりも一度見ておいてもらえば大丈夫かなと思います。はい、それからその次、1087行目見ていただきますと、購入者の利便性のため、異なる複数の医薬品または、医薬品と他の物品を組み合わせて販売または授与する場合には、組み合わせた医薬品について購入者等に対して、情報提供を十分に行われる、程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければなりませんよと言ってます。ね、なので、例えば、効能効果が重複するようなもの、ね、そういったものはダメなんですよ。なので、例えば、解熱鎮痛薬、ね、有名なものを、2つ組み合わせて、ね、セット販売して、なんと500円みたいな感じで、ね、販売するものだと、ね、もしかしたら、ね、買っていただいたお客さんがですね、2つの商品、ね、一緒に飲んでしまったりすると、ね、作用が重複してしまうので、副作用が強く出てしまったりということが出てくることがあるので、基本的に、ね、そういった作用が重複するものを組み合わせて販売することは認められていないんですけど、先ほど、あったようにですね、組み合わせたことによって、購入者の利便性
が、しっかりと、確保できるのであれば、ね、合理性が、ね、認められるものでなければならないって言ってるので、例えば、解熱鎮痛薬は熱が出た時に使ったりするので、じゃあそれと一緒に体温計つけて、それと一緒に、例えば、ね、熱を取る、ね、シートをつけたりとか、あとは氷枕とか一緒に、販売してみましょう、ね、そういうのをセット販売するものであれば、合理性が認められていれば、OK になります。で、ただ、ね、もう一つ、それに条件があるんですけど、1091行目見てください。1091行目見てもらいますと、なお、組み合わせた、ね、個々の、医薬品等の、外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため、使用される、容器の外から、明瞭になっている必要がありますよって言ってます。ね。だから、例えば、なんですかね、なんかいろんな福袋、デパートとかの福袋とかで、中身が見えないようなものね、例えば黒いビニール袋の中に入って、なんと5000円相当ものが、今なら1000円で買えますよ、みたいな感じで、中身は、開けてのお楽しみね、みたいな感じで、ね、外から明瞭に見えないのはダメなんですね。なので、組み合わせることによって、例えば外でね、透明なビニール袋などに入れて、ね、外からちゃんと、ね、中身が見えるように、ね、そして、法に基づく記載事項がちゃんと見えるように、していかなければなりませんので、そういったところ、一度見といてもらえば大丈夫かなと思います。はい、あとはですね、1094行目。薬局及び店舗販売業において、許可を受けた、店舗または店舗以外の場所に医薬品を貯蔵または、陳列し、そこを拠点として販売に、販売することっていうのは基本的にダメですよってことを言ってます。ね、ここについても、ね、例えば薬局っていうのは、ね、その薬局の店舗内が、許可の対象となるので、薬局の外にある、例えば駐車場とかで、例えば日曜日、ね、特売会みたいな感じで、ね、仮設テントみたいのを組んで、そこで、ね、解熱鎮痛薬の、特売会やってますよ、みたいな感じで売ることは基本的にダメですよって言ってます。ね、しっかりとお薬に関しては許可を受けた店舗内で、じゃないとお薬を販売してはいけませんので、こういったところですね、そういった店舗以外の場所で販売することというのは基本的にダメですよということを言っています。ね、はい、なのでここまでですね、一度文章をいろいろ見といていただきたいと思いますので、このあたりね、結構問題もたくさん出てきますので、しっかりと、復習しておいてください。はい、本日の動画はここまでにしていきたいなと思います。動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問等を受け付けたいと思いますので、ぜひ、ご登録していただきたいなと思います。はい、それでは本日もありがとうございました。